カール・ビルヘルム・イエルーザレムは、ドイツの法学者。学問的足跡よりも、別らある時代のゲーテの友人であり、ゲーテの代表作、若きはエルテルの悩みのウェルテルのモデルとされている人物として有名。オスナブリュック出身のブラウン・シュバイクの、牧師オハン・フリードリヒ・ビルヘルム・イエルーザレムの息子であり、ライプツィヒ大学で、ゲーテと同じ時期に、法律学を学んだ。その後、 ベツラールで再び、ゲーテと机を並べる。ゲーテは、シャルロッテブッフへの失恋などで同地を去るが、イエルザレムはそのまま同地に泊まり、同地のハンジの人妻に恋をしていた。人妻への一方的な恋で、彼女から拒否され、失望し、同年10月30日、ゲーテとの共通の友人であるヨハン・ケストナーに、借りていたピストルで自ら命を絶った。25歳だった。 同地を去って、わずか五十日目で、友人の自殺の方を聞いたゲーテに、人間的、文学的療法の側面から、大きな衝撃を与えたことは、想像に難くない。ゲーテも、ロッテへの失恋で落ち込んでいた時期であり、自身の失恋と彼の自殺から、ゲーテを一躍有名にして、その代表作となる、若きウエルテルの悩みを生み出すきっかけとなった。当時、この著作は、 一大センセーションを巻き起こし、ウェルテルのように自殺をする青年が続発したほどであった。そして、モデルでもあるイエルザレムの墓は、ベルテル愛好家にとって、聖地となり、多くの参拝者が彼の墓を巡礼したほどであった。イエルザレムの死後、劇作家、レッシングの手によって、彼の手記、哲学的随筆集が出版された。なお、父親は、ボヘミア出身の哲学者、 ビルヘルムやエルザレムとは関係がない。ありがとうございます。